ご承知のように1億円を超えると見事に下がりますよ。下がるんですよこれね、はい、でこれはご承知のようにその1億円を超えると見事に株の取引高が高くなって、はい、そこにたった 20% しか勝てないでしょ。そうです。でこれをまあ我々はせめて 30% 国債水準並みしていただけます。それはNISAとかそういう少額で低所得者の人たちが積み立ててるその株式運用に対しても 30% です。いやそれは全然グラフ見ていただければ、はい、もう1億円を超えるあたりから急速に株の取引量が増えてるんです。もちろんそうですよ。ただその中低所得者とか 中所得者の皆さんも積み立て運用してっていうそこの部分に対しても同じように 30% かけるんでしょ。かけますよ。そういう申し訳ないですけどね、こちら側のことを捉えておかしいとおかしいと思いますよ。ご承知のように1億円を超えると見事に下がりますよ。下がるんですよこれね、はい、でこれはご承知のようにその